へえ、ちょっとやけんさ、空気読もって。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。あ、こっちか。こっちか。おはようございます、アイナ様。今朝早くに長老様を通って、ゼーランダイム山頂に向かっていきましたよ。ユイ様が来たら通すように、だそうです。何があったのかわかりませんが、長老様に会いに行ってくださいませ。はい、行きまーす。軽ーく。わー。でもここあっという間に抜けれるところよね。何人も通さんのじゃなかったんかい。勇者の峰。暗いなぁ。めっちゃ暗いし、もっと早く移動がしたいです。馬を用意してください、馬を。あれないよね、なんかダッシュができんけんさ、一応なんかこれ見た感じ走りよるけども。お、おったおったみんな。どこおったん昨日。おー、アイナ様、よくぞいらしてくれました。どうも。実は昨夜、また夢見ましたな。ベロニカがここにいる姿が見えたのです。この場所は勇者の峰。かつて勇者様が邪悪の神と戦った後に、空から舞い降りてきた地だと言われています。何それ。ベロニカは夢の中でこの地に立って、この笛を吹いておりました。これは剣でサニカ様が邪神を打った後に、聖地ラムダに立ち寄り、置いていったという笛。お守りとしてベロニカに持たせていたのですが、今朝目を覚ましたら、私の枕元に置かれていたのです。え、マジで？もしかしたらこの笛が、私たちに道を示してくれるかもしれん。せいにゃよ。さあ、吹いてみなさい。はい、それでは。これでペガサス的なものがやってくるわけ？てか、吹いてくれって言われただけでメロディー言われてないのによくわかるよね。純能力すごすぎん？何も起きませんわね。ですが、お姉様が夢の中で吹いていたなら、必ず何か意味があるはずですわ。これは、アイラ様がお持ちください。へえ、人が吹いた笛を。え、この光は。お、なになに？へえ。何事？なんか伸びたんですけど。え、釣り？釣り？笛が釣り竿になったように見えるが、バカな、私は夢を見ているのか？お？きゃ、当たりが来たわよ。アイナちゃん、引いてみて。何を当たりって。ペガサス釣れます？おー。何？みんな手伝っちゃダメなやつなのこれ。あ、なんか釣れた釣れた。これやない。乗り物。ペガサスじゃなかった。空飛ぶクジラ？クジラやない。なんか、空飛ぶ魚。いえ、あれはクジラ？よね。おお、神話は本当だった。あれこそ私が夢で見たもの。神の乗り物、ケトス。あ、これがケトス？今、伝説が蘇りました。その笛を吹けば、神の使いアイナ様を大空へ誘いましょう。アイナは天空のフルートを手に入れた。アイナ様、世界のどこかにある天空に浮かぶ島を探すのです。きっとそこに闇を打ち払う新たな力があるはず。アイナ様、お願いいたします。諸悪の根源たる魔王ウルノーガを打ち果たして、ベロニカの胸を晴らしてくださいませ。これでまたケトスがやってくるって。てか、どこ行ったんさっきの。おお、光り出したよ。なぜそれがおじいさんにだけ反応せんのかっていうね、謎。どういう判断かちょっとよくわからんけど。あー、すげえ、なんか、あっこか、あっこからここに乗ったわけですね。うわ、なんか怖い、目が。なんか違う、思っとったんと。不気味なんですけど、アップで見たらめっちゃ不気味。
雲海の釣り師。亡きベロニカが残した笛で、雲海から神の乗り物ケトスを釣り上げた勇者に贈られる称号。これはか、なるほど。え、どこに向かえばいいのこれ。え、こっち？どこに向かうんこれ。ね、聞いてない聞いてない。聞いてないよ。え、怖い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 。何これ何これ何これ。ね、なんかここ、これ岩ただの。あ、なんかただの岩な気がする。あ、ただの岩ですね。天空の古戦場におりますか？古戦場？なんだいそれ。ただの岩じゃないんやね。天空の古戦場？何これ何これ何これ。不思議な形の建造物がそびえ立っている。どうやらとても大きな食材のようだ。ふんふん。まがまがしい正気が立ち込めている。これ以上は進めないようだ。ダメじゃん。これなんか灯せばいいんじゃない？炎かなんか。ダメなん。ここならケトスを呼べそうだ。天空のフルートを奏でますか。まあ、なんか、そのうち、進めるようになるところってことかな。てか、どこに向かえばいいの？てか、これさ、めっちゃね、じっとしといてほしいんやけど。あ、一応止まるは止まるんか。ねえ、すごいじっとしといてほしいんやけどさ。ん？ここは一体どこなんやろ。ねえ、これは何？どこ？ちょっとよくわからない。てか、どこへ向かうんすか、これ。え、あっこは多分、あれよね。最終到達地点みたいな感じよね。これは？なんかここも行ける感じ。ナプガーナ密林中央の高台。ふんふん。なんかこういうところ一個一個に、多分、あの記憶のやつがあるんじゃないかな。違うわ。違うって。ちょ、呼ぼうとしてない時にまで出てこようとしないで。てか、ナプガーナ密林なんや、ここ。なるほど。ナプガーナ密林の中の、なんかちょっと行けんかった場所ってことかな。前には。めっちゃ暗いんですけど。まあ、密林やけんしょうがないか。でも全然なんか高台な感じせんねえけど。ナプガーナ密林のどのあたりなんこれ。え、てかさ、ケトスでやってきた場所って、全然敵おらんよね。おるやん。おらんって言ったばっかりなんやけんさ、出てくんなし。なん、ちょっと空気読んでくれる？え、ってか何？なんなん、現れたくせに消えていくなや。しかもさ、なんか人の行き先行き先にさ、めっちゃなんか邪魔するかのごとく、立ち塞がっときながら、邪魔。邪魔よ、君たち。くっそ。なんかめっちゃ立ち塞がってくるぐらいやけんさ、超強いんかと思ったら普通に弱いし。何、君たち赤が好きなの？へえ、ちょっと、やけんさ、空気読もって。赤いやつ呼べよ、赤いやつ。あ、もうこれ以上は増えない。ふふ。けいけい。やっぱり結構弱いじゃねえか。あ、やめて、ちょっと回復の雨とかそういうの。いいぞいいぞ、あとそいつだけや。回復しないで。いやー、でも見た目ほどの威力はない。いけいけ。うん、びっくりした。何が起きたんかと思った。やっつけたんか。お、グレイグレベル64。いいやん。てかさ、びっくりした。もうやめて、マジで。え、てかね、思ったんやけどさ、あれは？違うよ。傷を回復したかったわけじゃないんよ。世界のどこかにある天空に浮かぶ島。え、島いっぱいあるんやけど。ざっくりしすぎじゃね？え、説明ざっくりしすぎじゃね？ちょ、ケトス、ケトス。ケトス呼ぼう、もう。
あるやん、あるやん。ちょ待って、どっちの方向？こっち？こっち側？いやね。ちょとりあえず、あ、あれ、ちょちょちょ、下に行く、下に。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。あれかな？あれですか？ちょ、向かおう、向かおう。あ、これやん、もう。はてな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 におりますか。なんかめっちゃ可愛いんやけど。はい、到着。で、ここが何？え、可愛い、やっぱりなんか。ねえ、全部がなんかメルヘンな感じじゃない？天空に浮かぶ島。長老様の夢の通りなら、ここに闇を打ち払う力が。あるのか、そんなものが本当に。なんでしょう、見たところ神殿のようですが。私たちがこの地に導かれたことには、何か意味があるはず。皆様、あの神殿に行ってみましょう。場所の名前すらもわからない。謎の場所やねん。でもそういうの好きよ。いいと思う。とりあえずまっすぐ中に入ってってみたらいいんかな。誰かおる？おい、何もかしらねえが出てきたな。ん、出てきな。そこに隠れてるのは分かってるんだ。ほほう。なんだ、つぶらな瞳の。なんだこいつ。ふーん、なるほど。兄ちゃんがそうなのか。おいらは神の民だよ。神の民？なんだそりゃ。海王様的な感じかな。そっか、最近の地上人は知らないんだな。神の民はロトゼタシア創生時代から、世界を守ってきた天空の住人さ。マジかよ。けどそんな大層な奴がこんなところで何してんだ？そりゃあもともとこの辺りは神の民たちが暮らす里だったからね。けど魔王軍に襲われて、里のあった浮島をほとんど地上に落とされちゃってね。オイラは生き残った最後の神の民なのさ。え、最後の一人？そんなことが、さぞお辛かったでしょうね。魔王の奴、むちゃくちゃ仕上がる。さっきは疑って悪かったな。あんたの気持ちも考えずに。けどよ、なんであんたは助かったんだ？見たところ、この場所は無事みたいだが。この太陽の神殿の奥には、世界が誕生した時から燃え続けているという聖なる種火が祀られているからね。神の民の里が襲われた時、オイラはたまたま神殿内を掃除してて、聖なる種火の加護に守られて助かったんだ。聖なる種火の加護だって？もしやそいつが。私たちは魔王の闇を打ち払う力を求め、この天空の地まで赴いたのです。もし何かご存知でしたらお教えください。え、最初に降りた、あのなんか、荒れ果てた場所？あっこの食材にもこの火つけたらいいんやない？違うんかな？魔王を倒せるほどの力か。聖なる種火は戦うための武器じゃないし、何のことだろう。教えてあげたいところだけど、オイラこう見えてまだ子供でさ、そういう話は詳しくないんだ。まあ、子供に見えるけどね。まあ知らないんで仕方ないな。せっかくここまで来たんだ。まずはその聖なる種火ってのを調べてみるか。そうですね。ですがこのままでは、とかずっと一人で寂しくないんかな、この子。あ、オイラのことなら気にしないで大丈夫。神の民の名は伊達じゃないよ。それに、魔王が倒されて、太陽様が復活すれば、大いなる命の流れも蘇る。そうすれば、死んでしまった者たちも、いつかまた新たな命として生まれてくる。オイラの家族や友達も救われるってもんさ。無から生まれてくるの？だから頼んだよ、勇者の兄ちゃん。あんた、アイラのこと、知っとったってことやね。ここにやってくるのも。この太陽の神殿には、オイラたち神の民が、ロトゼタシア創生の頃から守ってきた聖なる種火が祀られているんだ。神殿の奥にある聖なる種火を調べれば、闇を打ち払う力についても何か手がかりが見つかるかもしれないよ。ふんふん。ここ？種火どころじゃない気がするけど。あ、これで復活するってことかな、もしかして。ほら、これも、あれと同じようなやつやろ？胎児の根と似た不思議な気配を感じる。だが何も起こらないようだ。ここで手に入れたものを使って、あの、天空のいろんな島のやつもなんか復活して、
いろいろできるようになるってことやない。すべてがつながっていく。なんて清らかで神々しい。この炎が聖なる垂れ火なのでしょうか。これをどうやって手に入れればいい。お、これはアイラのあざが反応している。吸い取る。何が起こりよ。あ、ここになんか何だったんだ今のは。聖なるたるみの炎がその器に宿ったってことか。そういうことやろうね。アイナは聖なるたるみを手に入れた。これでいろんなところに使える。きっと皆様あれを。何なんか見えるようになった。あの三本の苗木からは命の大樹にも似た不思議な力を感じます。アイナ様、あの木々を調べましょう。何か大事なことを伝えようとしている。私にはそう思えるのです。ふんふんふん。苗木に手をかざしますか。ほい。これでまた何かしら記憶が見えるってことやろ。これ昔の勇士様たちってことかな。あーぽいね。この場所に行ったらなんかこういう何かがあるってこと？どこか知らんけど。今の光景、みんなにも見えていたのよね。アイナ様と同じく、左手にあざのある方がいらっしゃいましたね。もしやあの方は。アユナ、お主ならわかるはず。あの方こそわしらの祖先、伝説の勇者、ロウシ様に違いない。まさかこのような形でその勇士を見ることになろうとは。今のがかつて邪悪の神を倒した先代の勇士たち。なら先代勇者が邪悪の神と戦った時のこと。特に闇を打ち払う力についても何かわかるんじゃないか。うん、試してみる価値はありそうじゃ。アユナよ、他の苗木も調べてみるかの。この炎で苗木が復活したりとかするんかな。そしたらまた何かしら魔王を倒すための何かが分かったりとか、そういうこと。どこ。この場所が一体どこなのかがよくわからないんだけど、私には。あれか、馬とか走らせたところ。何かしらの大きいハンマー。先代勇者ちゃんたちの様子からして、ただのハンマーじゃなさそうだけど。あのハンマーの形状、武器というより鍛冶用のものに近いな。しかし、何のために。そうですね。それにあの場所もどこかで見たような。考えていても仕方ないわ。次の苗木を調べてみましょう。多分そうよね。あのちょっと間抜けなお坊ちゃんがおった競馬とかしよったとかやない。競馬っていうんかな。どこだこれは。あ、さっきのハンマー使いよりをつながっていきよる。で、それを撃ったことによって何がどうなった。あれ何、扉。何もわからない。何、火山が噴火したってこと。今の光景は一体。先代の勇士たちは何かの鉱石を集めて特殊なハンマーを使い剣を撃っていた。もしかして私たちが見たのは、かつて勇者の剣が作られた時の光景なんじゃないかしら。姫様、そうに違いありません。邪悪の神と戦うため、先代勇士たちも特別な武器を作る必要があったのでしょう。つまりそれこそが、私たちが求めるべき、闇を打ち払う力なのですね。先代勇者が作った勇者の剣は、今や魔王の手の中だ。だがまだ手はあるぜ。
アイナ、俺たちの手で作ろうぜ。魔王の野郎をぶっ倒すための新たな勇者の剣を。どうやって？よし、決まりだな。それじゃあ情報は少ないが、先代勇士たちの足跡を追うとするか。見覚えのある風景もあったし、世界中を旅してきた俺たちなら、きっと手がかりを見つけられるはずだ。最初の鉱石を採掘していたのは、この場所と同じく天空の浮島じゃったな。神の民殿なら何か知ってるかもしれんの。ハンマーを手に入れた砂漠はきっとサマディ地方のどこかよ。サマディの王様に聞いてみましょう。思い出しました。最後に見た剣を打っていた山。あれはホムラの里から見える火山のはず。では、天空の浮島とサマディ王国とホムラの里に向かうとしよう。そこを巡れば、新たな勇者の剣が作れるかもしれん。お姉様と歩んできた旅の日々、必ずは生かしてみせます。ああ、その通りだ。行こうぜ、アイナ。最初の行くべき天空の浮島はどこだかちょっとよくわからんね。どの浮島やろ。まあ、でも大体のことは分かったけん。楽かな。兄ちゃんたちどうだった？まあ、カクカクしかじかで。アイナは神殿の奥で何があったかを伝えた。なるほどね。そんなことが。でもそれで思い出したよ。じいちゃんから聞いた大昔の言い伝えを。邪悪の神と戦った人間、つまり先代の勇者は、闇を打ち払う特別な剣を作るべく、聖なる種火を持って冒険してたそうだよ。兄ちゃんたちが見たのは、その時の光景で間違いないだろうね。先代勇者が鉱石を集めてた浮島ってのも、多分天空の古戦場のことじゃないかな。ああ、やっぱりあの場所。天空の古戦場じゃぞ。しかし何故そのようなところに勇者の剣を作るための材料が。古い話だから詳しくは知らないけど、かつては特別な金属が採掘できた浮島で、それをめぐって大きな戦いがあった場所なんだ。戦いの果てにその金属の鉱脈も失われてしまったと聞いてるけど、もしかしたら。兄ちゃんたち、行くなら気をつけてね。もう何百年もの間、神の民さえ近寄らず、どうなってるかわからない場所だからさ。なんか正気が立ち込めとったよね。うん、そのような場所が。ならば実際に行って確かめるしかあるまい。また一人になるんやね、かわいそうに。そうそう、もし何をすべきか忘れたら、またオイラのところに来るといいよ。じいちゃんから聞いた話を教えるからさ。みんな頑張って。ありがとう。忘れていたルーラの行き先を思い出した。おお、やった。ルーラの行き先にホムラの里とサマディ城下町が追加された。先に町の方に行ってみようかな。ここからでもルーラ行ける？じゃ、サマディ行こう。サマディイエーイ、いける。なに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 ？ここも何かしらが。勇者の星がサマディに追って迫っているという噂は本当だったのか。何、勇者の星って。何、なんか燃えてるんですけど。何よこれ。胎児が地に落ち、世界が闇に包まれた後、突如として落下を始めたそうだ。一体世界で何が起こっているのか。サマディに来たら結構無事やと思ったのに。あれ、いつもは半透明の、なんか黒いけど。勇者の星か。これは、これもみんなに見えてないの？さすがにこれは見えるんじゃないの？ほら、透けてない透けてない。イグノーにはロイス様が邪神を倒した後、ロトゼタ氏を永遠に守るため天に登り、勇者の星になったという神話がある。ほら、見よるよね、これ。お主の母、エラノアが好きだったロイス様の神話。古代の人が作ったおとぎ話に過ぎんと思っていたが、大丈夫？なんか、うんこそんな感じじゃない？違う？頭の上で。めっちゃ見よるやん。魔王によって世界が崩落した今この時、勇者の星が落下を始めたことを考えると、そうとも言い切れんか。何何、なんか、人を避けることもなく。捕まえんの？みんなには見えてないってことか。どうしたいな、人の話も聞かず、ぼーっとしよって。しょうがないやっちゃな。もう一度私の話を聞くか？いや、いいよ、別に。もう、そうか。聞いておったならいいんじゃ。頭重くなったりとかしてない？いずれにせよ、あの星が、このまま地上に落下すれば、サマディも無事では済むまい。アイナ、王宮に向かうぞ。サマディ王に話を聞いてみるのじゃ。
一応人々はいるのね。無事なのね。ならいいんだけれども。朝？朝ですか？朝になっても変わらんな。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかあの言われた順番通りにいかんかったら何も起こらんのかと思ったけど、ここはここでちゃんとそういう話があるんやね。